日本神奈川県横浜市鶴見区鶴見鶴見は、神奈川県横浜市鶴見区の町名。住居表示が実施され、現行行政地名は、鶴見1丁目及び、鶴見2丁目。郵便番号は230-0063。鶴見区中部、JR 京浜東北線鶴見駅南西の丘陵地帯に位置する。北から北東にかけて、主要地方道鶴見駅三沢線を挟み、 寺谷一丁目及び豊岡町、南東は JR 鶴見線、東海道本線の線路を挟み、鶴見中央五丁目及び、生麦五丁目に接し、南部の下月園跡は、岸谷3.4丁目に囲まれる。西の一角は、東寺を東体が入り組み、北西は、東寺を中体に接する。町の南部約一、三が一丁目、北部に、三が二丁目となる。 区役所をはじめとする観光庁や商店街など、鶴見区の中枢は、主に隣接する鶴見中央にあり、区の中枢ではない。一丁目には、1087年に、新温州東福寺が改装。1914年には、東福寺の敷地に、花月園遊園地が開園。1946年11月に、遊園地が閉園となった後、1950年5月に、 花月園競輪場がオープンしたが、2010年に競輪場としての運営を終了。跡地は、隣接する岸谷4丁目の JFE スチール社宅跡とともに、防災公園及び住宅地として再開発される計画がある。1575年に鶴見区寺を似て改装した相当胸なり願い寺は、現那年間に現在の鶴見2丁目に移転した。 石川県輪島市にあった、総東州大、元山里市持寺は1898年に火災により消失。これを機に、交通の便の良い関東に移ることになり、同じ総東州の上岸寺の敷地が選ばれた。総持寺は1911年に現在地に移転。上岸寺はその東隣の豊岡町に移転した。 鶴見臨港鉄道には1930年から1942年にかけて元山駅が設けられ、3K 客で賑わったが、鉄道の拡幅工事などで門前町らしい街並みは失われている。総持寺の周囲には、学校法人掃除学園による鶴見大学と短期大学部、附属中学校、高等学校、附属未末幼稚園を呼び、 鶴見大学士学部附属病院がある。面積は以下の通りである。鶴見の名は鎌倉時代から室町時代にかけて鶴見号の合名に見られ大仙座との別名を持つ。地名学では鶴は河川の周囲、見は出入り変曲した地形に対しの周りを意味する設備語として使われる。鳥類の鶴とは直接の関係はないと考えられている。江戸時代に 吉女軍鶴見村が成立する。天保号町によると国高は655国余り、新編武蔵風土機構によると、江戸から五里余り、東西九町余り、南北十一町ほどでや数は百二十軒であった。1889年4月1日に鶴見村は、生麦村、東寺尾村及び馬場村の一部と合併して生身尾村となり、鶴見はその大技となる。 南御村は1921年4月1日の調整志向の際に鶴見町となる。この頃は都市近郊の農地で鶴見の赤茄子と呼ばれるトマトが栽培されていた。1927年4月1日に羊群鶴見町は横浜市に編入。同年10月1日には区政施行により横浜市鶴見区の町名、鶴見区鶴見町となる。 1972年6月5日に、鶴見町の一部から鶴見1.2丁目が新設され、同時に住居表示が実施された。横浜市に編入されてから数度にわたり、鶴見町は周辺の町と境界を変更している。1928年に、上末吉町及び市場町に鶴見町の町域の一部を編入。1929年には、 東寺尾町と境界を変更するとともに、馬場町の一部を編入。1936年には、生麦町と境界を変更するとともに、東寺尾町の一部を編入。鶴見町の一部を1937年に、下末吉町、1939年に、北寺尾町、東寺尾町に編入。1959年に、 鶴見町の一部を東寺尾町に編入。翌年には東寺尾町の一部を鶴見町に編入した。1967年5月1日に鶴見町の一部が生麦5丁目となり、生麦町の一部を編入。1969年6月1日に鶴見町の一部が下末吉はじめ2丁目となり、下末吉町の一部を編入。 1972年6月5日に、鶴見町の一部から鶴見1.2丁目、寺谷はじめ、2丁目、東寺を東台、諏訪坂を新設。1979年7月23日には、筑野町と豊岡町を新設。残りの町域は1980年7月28日に、鶴見中央1から5丁目となり、町名としての鶴見町は消滅した。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。